今回は韓国囲碁リーグの対局を見ていきたいと思います黒番が藤沢六段白番が高三と初段ですねここまでね藤沢六段負けなしの3連勝ですねもう韓国でも無双してますよねでつけて 下がって。非常にね、お互いの根拠の要点で大きい場所でしたね。で、これがちょっと辛い手でしたね。この手も先手なんですよね。受けないと、困ってしまいますね。受けないと、これ奥手がありますね。奥手があって、繋ぐと、 出てね。取る手があります。これは困っちゃいますね。えー、こっちに打っても、ぶつかって、まあ、こうやっても、まあ、これが効いて、まあ、ここに打ってね。 まあこういうふうに、繋がっても割り込まれて、繋がっても封鎖されて、まあ仮にこうやって、スペースをね、え広げてもですね、ま羽にはこういう体勢で、広げても下がって、ここに打たれて、これ全滅ですね。あの、白が全部取られちゃいますね。 ということで、いっ手必要ですね。まあ、ここ早くもね、黒が少しポイント取ったかなと思いますね。で、きれまして。ま、これもいい手ですね。早めに消していこうっていうことですね。制限して。 ここで普通は下がるんですけど、部分的にはね。まあ、字としてめちゃくちゃ大きいんですけども。跳ねれて、ここも黒が字を得できましたね。この、これはもうお互いの字の出入りが大きいので、すごい得できましたね。これがね、形としてね、すごい辛い手でしたね。ちょっと白の形が歪んでるんですよね。 伸びきってでこれが先手で決まったのが大きすぎましたね。でこの反撃ですね。このちょっとここの形の逆転を突かれましたね。あってて で、ここの次ですね。これはさすがにちょっとね。甘い打ち方でしたね。ここに打たれて、この白が大きく飲み込まれてしまったんですね。これ黒がすごい得して、もうここではっきり、はっきり優勢とね、言っていいかなと思いますね。えー、繋いだとこではこれ押さえるしかなかったですね。形的に押さえるしかない形で。 ここ押さえないと勝負にならなかったかなと思いますね。これは一応ここの切りは大丈夫なんですね。ここの切りは主張がいいので大丈夫ですね。左上にしないのでこれ取れますね。大丈夫ですね。まあだからここに切る手はないのでこっち切るしかないんですね。まあ、一応これ捨てることはできまして。 で、黒も。まあ、ここのね、黒が、助かっちゃうっていうのが嫌だったのかなと思いますね。ただ、まあ、ここの黒がね、えー、助かるんですが、今度はですね、ここに打って、よく見るとですね、下辺の黒危なくなりますので、まあ、この黒は死ぬことはないんですけども、生きることはできるんですけど、こういう、ま、小さな生になりますから、こういう手を打たないといけないので、 小さな生になりますから。で、この白石も助かってますので、まあ、こう打ってれば全然まだね、勝負はできたかなと思いますね。まあ、気合的にもこう打ちたいところで。これが本来だったらかなり小さな生になってた場所が、この白を取りながらも、このすごい字の出来か、出来方がすごいのですごいプロ得したんですね。 で、こうやって。ちょっとこれ、取り方がちょっと小さいわけですね。この振り返りが黒がすごい得しました。で、ここまで踏み込んできましたね。はっきりここら辺では優勢と言っていいかなと思うんですが、ここで勝負手でして、勝負手ですね。この手いい手でしたね。 まだ全然勝負分かんないんですけども、この時にちょっと受けちゃったんですよね。これはチャンスを逃していましたね。白としては今形勢悪いっていう状況なんですね。非常に悪いっていう状態で。もうこれ勝負するしかなかったですね。まあここを打って、もう跳ねられるんですが、こっちの体勢で。 これもともと隅黒字だった場所白字になるので、この字の出入りってめちゃくちゃ大きいんですよね。真ん中ここはね字だけの問題なので、白石強いですから。で、こう打ってればまだ全然勝負でしたね。これ打ち込みをね、あの、生かす意味でもね、こう打ちたかったんですけども、受けちゃったんですね。これも受けちゃったんですね。ちょっとこれははっきりね、聞かされてしまって、 まこうなったんですけども、これはせっかくの打ち込みが、えー、ち,ょちょっと、あのー、なんというか、あんまり、成果が生まれなかったので、ここでまた、白チャンスではあったんですが、ちょっと黒ポイント取りましたね。まあだから、形勢がいい時と悪い時で、やっぱ打ち方っていうのは、 変わってくるわけなんですよね。で、ここを手をつけて。まあ一応生きるんですが。これ伸びがね、ちょっと筋的には 筋違いな形なんですよね。これ竹風なので、こう、継ぐ意味が全くないんですね、ここに。ここに白石がある意味が全くないので、切れな、切れませんからね。これは伸び、形的には伸びでしたね。伸びて、下がって、まあ、隅の白を生きると。 これ遮れば取れるんですが、これ先手で生きられちゃうので、当てが効くと、これもこの状況で先手で生きちゃうので、生きるときここが手筋で、これで生きるんですね。で、二目助ける手が、こう打ってればね、まだまだ勝負であったと思うんですが、ちょっとなんかね、石が歪んでるんですね。 ちょっと筋、筋じゃない場所に石が行っちゃってると。こ下がりに対して、これ本来隅受けないといけない、いけない形なんですよね。これ次打たないと無条件で生きてないわけですから、本来はいけないといけないんですけど、ここに移れて、え、これ取られちゃうわけですね。だここが次じゃなくて、伸びてれば、本当には取られなかったんですが、 隅生き、生きる手順に回れたんですけども。こっちにてかかっちゃって、まあこれははっきりもうここで黒調整かなと思いますね。で、ここでさらに字を稼いでいきましたね。これはもう、手厚く、ここに打ってればこうなので、下がってのこの形なので、まあ手厚くね、一応これ、あのー、 地としても大きいですし、お互いの根拠としても大きいんですよね。黒石も攻められる可能性ありますので、白が生きると、え、黒が攻められる可能性あるので、これめちゃくちゃ大きい手なんですね。ちょっと黒もね、あの、滑りはちょっと稼ぎすぎかなというのが思うんですけども、まあ、別に大丈夫という判断ですね。まあ、黒結構稼いでますよね。これで悪い手ではないんですが、ちょっと一応、 この手順に回られちゃったんですね。ここはやっぱ大きかったですね。一番大きい場所でしたね。で、これが罪、隅生きた手が飛びになってるので、まあ、つまり理屈としては、白を先手で生きれた理屈になったわけですよね。生きたてが、えー、なんかこれってあんまり字としてそんな大きくないんですよね。飛びっていうのは。なので、こういうことになるんだったら滑りで、 ま、黒としてもしっかり右上当てておいた方が大きかったという、ま、結果論にはなる、なるかなと思いますね。こういう手はちょっとやっぱ字を損してますからね。こういう手って黒字はあんまり増えないけど白地は条件増えますからね。何でもかけさせられちゃうので、やっぱり生きてない石の近くっていうのは非常に大きいわけですね。 左上って全然弱い石じゃなくて、滑り必要ない手で別に木だけの問題なので、ここに打っておけば、まあ、白こんなもんなんで、こう打ってきたらこすめばいいので、左上の白石っていうのは非常に強い石なんですね。なんか白がこっち打ってきたら滑りとか残ってるわけなので、左上はもうこの状態で相当強いので、今一番弱い石っていうのは右上の石が一番、 黒石では弱いですので、ここが字として大きい場所だったんですね。まあ、こう打っておけばもう、まあ、もう分かりやすく調整でしたけど、ちょっと難しくはなりましたけど、まあ、もともと大差で黒がいいので、まあ、形成自体はそんな関係ないですね。まあ、形スは黒大差で調整ですね。で、切りがもう決め手になりましたね。また、ここ切る手が残りましたね。 これ冷静でしたね。さすがに。これ稼ぐ手もあるんですけど、最善は、稼ぐ手ですね最。最善というか最強。もう稼げるだけ稼いじゃう。もう、滑りを生かす意味でもね。滑りと切った手を生かす意味でも、もう切っちゃって。これも稼ぎでまくっちゃって。もうこれ大差勝ちの30目買ってる。まあ、30目は言い過ぎですかね。20目以上は勝てる。 コースだと思う。そんなにはいかないですかね。まあ、20目ぐらい勝てそうですけどこれだけね。稼いじゃえばね。一応リスクあるんですよね。まあ、この黒が取られることはないと思うんですけど、一応リスクがあるということで、まあ、死ぬことはないと思いますけどね。まあ、安全策ですよね。これ、ま、勝ちましたですね。勝ちましたっていう手ですね。安全策。字として一番大きいのはキッ で、つなぎですね。まあ、ただもう、そん、もうそんなね、状況でもないので、すごい大差で調整なので、こういう分かりやすい手でね、えー、計算できました、勝ちましたっていう手ですね。で、この判断正しかったですね。さすがの、正正判断でしたね。これしっかりしてまして、でこれでもう黒不安な石がなくて、もう形成もね、地合も大差なので、えー、もうここではっきり黒いうえー、調整、紛れ、 出る余地なくなったかなと思いますね。白もね、チャンスあったんですけど、ちょっと、なかなか、そこら辺の右上の工房とかね、チャンスあったんですけどね。惜しいとこでしたかね。で、この後はもうしばらく打たれまして、ついだところで、白が投了して黒の中央4月となりました。最後はね、真ん中、白全部取られちゃったので、まあ、形勢はっきりしたということで、もう逆転する場所もないので、 これも仕方ないという判断だったかなと思いますね。これで藤沢6段ね、4連勝でもう絶好調という感じかなと思います。というわけで今回ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。